村長が髪の毛びっちゃびちゃでタオルを巻いてる日は、だいたい寝坊した日。はい、こんにちは。フォーテプチピッキャルダメダップの民の村長です。はい、皆さんおはようございます。はい、ということでですね、本日は視聴者の方がおすすめしてくれたコスメを紹介したいと思います。そしてですね、村長も初めて使うメーカーでございます。はい、間に合えばいいなと思っているんですが、村長ですね、ツイッターでも言ってたんですが、動画を上げるスケジュールっていうのを綿密に組んでおります。はい、で、計算した結果ですね、おそらくこの動画2018年に上がるんではないかなと思っているんですが、2018年にもし公開されている動画だとしたら、皆さん、村長はですね、2017年12月を生きている村長でございます。はい、ここから2018年にこの動画が上がってたとしたらを想定してシーンを撮りたいと思います。はい、2018年にこの動画が上がっていたらですね、皆さん思い出してほしいんですが、去年12月はですね、視聴者の方がおすすめしてくれたスキンケアとコスメを紹介するという企画をやっておりました。はい、現在の村長をやっております。で、その中でですね、ある程度優先的にこのコスメをあげようっていうのは考えているんですが、それ以外のものでもですね、せっかく視聴者の方がおすすめしてくれたんだったら、気になるものは購入しようと思って購入しておりました。なので、この動画に関しましては企画内ではあげられなかったと思うんですが、その企画が終わった後に、ああ、私が紹介したコスメ取り上げてもらえなかったなっていう方々もいらっしゃると思うので、まだ可能性があるので、よかったら見ていってください。で、他にもあげていきたいと思っておりますので、そちらの方も楽しみにしていてください。はい、2017年にこの動画を上げれたらバージョンです。はい、ということで本日もですね、視聴者の方がおすすめしてくれたコスメを紹介したいと思っております。はい、ということで、それが何なのかと言いますと、こちらでございます。じゃん、ポール&ジョーモイスチャライジングファンデーションプライマー S02 番 SPF15PA プラスでございます。はい、皆さん、おそらく村長そこ行くって思った方もいらっしゃると思うんですが、今回は初めてですね、ポール&ジョーをレビューしたいと思っております。では行きましょう。はい、ということで、こちらのポール&ジョーに関しましては、もともと人気なのも知っておりましたし、結構前からあるのも知っておりました。っていうのもあり、やはりですね、使ってる方々も多く、おすすめしてくださる方々も多かったです。はい、そしてちょっと中を開けてみます。はい、ポール&ジョーから出ているこういうタイプの化粧下地とファンデーションっていうのがですね、あと2種類あります。はい、まず1つ目はこちらでございます。はい、こちらも今日紹介するものと一緒で、化粧下地兼美容液でございます。こちらはプロテクティングファンデーションプライマー SSPF42PA3 プラスでございます。はい、そしてもう1つはこちらです。はい、こちらはファンデーションでございます。ラトゥエクラファンデーションプライマー SPF18PA プラスでございます。今日紹介するこちらはですね、一番保湿力があるものでございます。そしてですね、やはり村長の動画を見てる方々、お肌が弱い方々が多いので、使ってる方々はやはりこちらのモイスチャーライジングを多く皆さんおすすめしてくださいました。はい、で、ヘアメイクさんもですね、これが一番保湿力があって、やはり人気なものなので、それが一番今の時期も特に使いやすいんじゃないかということでお話ししておりました。はい、では残りのこの2つは何なのかと言いますと、まず同じ化粧下地のこちら、プロテクティングファンデーションプライマー S と呼ばれるものはですね、こちらは保湿はあるんですが、外はサラサラになります。そしてなおかつですね、 SPF と PA がこの3種類の中で一番高いです。はい、なのでヘアメイクさん曰く、プロテクティングファンデーションプライマーに関しては夏場の方が使いやすいですよというふうにお話ししておりました。はい、そしてこちらのラトゥエクラファンデーションプライマーと呼ばれるものに関しては、こちらはこの3つの中で唯一ファンデーションでございます。はい、こちらはですね、ちょっとラベンダーっぽく肌をしてくれるもので、パールが入っております。そしてラベンダー色なので、くすみ系も飛ばしてくれます。はい、こちらが今回の3つの
特徴でございます。はい、まあ全部ファンデーションってついているのでちょっと分かりづらい方々もいらっしゃるかと思うんですが、失敗しないようにご購入ください。はい、ということで早速ですね塗布してみたいと思います。はい、ではこちらを手の甲に出してみます。わ、すっごいサラッサラ、すごいサラサラなんですが、色は結構濃厚な感じです。なのでカバー力がありそうだなっていうのは分かります。はい、では塗布してみます。うん、すっごい伸びがいいです。はい、つけてる方とつけてない方では結構肌の整い方が違います。はい、ということでこういう感じです。もう見たらわかる通りですね、下地だけでもすごいカバー力があります。そして保湿があるのもわかります。はい、もう十分肌が綺麗に見えますね。うん、こういう風に見ても薄いファンデーションを塗っているような感じです。だからファンデーションって言うのかもしれないんですが、もう下地の段階で素晴らしいですねこれ。はい、そしてですね、私は保湿を取る下地で一番大事にしていることがあります。はい、それはですね、私は結構大部分にコンシーラーを入れるので、保湿を取るような下地っていうのは結構そのコンシーラーをよらしてしまいます。なので今軽くコンシーラーとファンデーションをのっけてみてよれないかどうかっていうのをちょっと検証してみたいと思います。私は保湿を取る下地をつける場合はですね、先にファンデーションを塗布してしまいます。その後にコンシーラーをのせます。今回はじゃあデパコスつながりでクリニークのファンデーションでいきます。はい、ということで塗り終わりました。はい、ちょっとまだシェーディングとかハイライト入れてないので消え切ってはいないんですが、よれてるということはないです。まあもともと 24H が結構サラサラめのコンシーラーっていうのもありますが、それでもやっぱり 24H でもよれるものはよれるので、とりあえずはリキッドを使ってもコンシーラーはよれなかったです。はい、ということで肌はこういう感じです。でクリニックのファンデーションっていうのはすごいツヤ感を出すようなファンデーションでもないですし、すごい保湿を取るようなファンデーションでもないです。なのでこのテカリはですね、ポール&ジョーの保湿によって起きております。あとは一番びっくりしたのが、見ただけでわかるぐらいですね、肌がしっとりしているのがわかります。では保湿を聞いてみます。まあ、下地を塗った段階のこの保湿感と全く変わらないので、本当に中の方がしっとりしているという感じです。はい、ということで全てのまとめの感想に行きたいと思います。では行きましょう。で鏡でバッて見た時なんですが、まあいろいろ乳液タイプの化粧下地だったり、肌色をコントロールする下地、あとは CC クリーム、BB クリームとかいろいろありますが、どちらかというとですね、 CC クリームなんだけれども BB クリームよりっていうぐらいのカバー力はあるかなというふうに感じます。なので本当に色ムラに対してのですね、カバー力は高いってすごく感じました。ですが毛穴に関してはですね、あまり期待しない方がいいかなとは思います。はい、まあ保湿の高い化粧下地って毛穴に対するカバー力はありますよっていうふうに売っていても、いざ買って使ってみたら意外とそんなに毛穴が消えなかったっていうことがあると思います。私もたくさんいろいろ使ってみて、保湿力の高い化粧下地に関してはですね、あまりそこに関しては期待はしていないです。はい、ただ色ムラに対するカバー力に関してなんですが、こちらに対して公式サイトでは記載されておりません。なのにまあここまでカバー力があるって考えたら、保湿力の高い化粧下地を買いたいっていう風に思っていて、あ、これいいなって購入したら、うわーカバー力もあるじゃんっていう感じで得した気分にはめちゃめちゃなります。はい、私も実際ですね、ポール&ジョー、まあ人気がある
化粧下地だっていうのを分かっていましたし、なんでそんなに人気なんだろうっていうふうに、まあ、公式サイトを見てもそんなに説明って書かれていないんですね。じゃあただ保湿の高い化粧下地っていうだけなのかな、別に SPF も PA もそんなに高くないしなっていうふうに思ってて、まあ、ブランド力であったり、まあ、いろんな YouTuber さんが使っているからただ人気っていうだけで、まあ、保湿力が高いだけの下地なのかなって、もしそれ以外で伝えられることがなかったらどうしようって思ってたんですが、この化粧下地はですね、人気の理由がわかります。はい、ということで今回はこちらのポール&ジョーの化粧下地をレビューいたしました。はい、私もずっと使ってみたいなとは思っていて、まあ、ただデパコスでもあるし、みんながいいって言ったものの方が一番信頼できるので、まあ、これが出てきた時に、あ、使えるんだっていう風に私も嬉しく思いました。まあ、使わせてくれたのは皆さんの情報のおかげなので、本当にありがとうございました。はい、私も大事に使っていこうと思います。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。フォータイムジップ1期改めダップの民の村長でした。Thank you.